世界銀行は11日、低中所得国の中国に対する債務が2020年末の時点で1700億ドル、およそ19兆円と2011年から3倍以上に増加したことを明らかにしました。債務の大半が大型インフラ事業や資源開発関連だということです。中国の途上国向け融資については返済ができなくなる債務の罠に陥るとの批判の声が上がっています。